はい、どうもこんにちは、金子でございます。ということで皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。というわけで今日は新年一発目ということで、毎年多分恒例豪華船堀を作っていきたいと思います。まあ、正直今撮影しているのは12月の20日、まだ年明け前なんですけど、挨拶もお店の方々にしたいので食材を買いに行きましょう。あ、寒い。いらっしゃいませ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。突っ込まな、おかしいよなと思ったけど、おかしいじゃんっていう。まあ今年もありがとうございましたということで、はい、というわけでね、今日残りわずか、数の子か。今日ね、船盛り作りたくてですね。船盛り、そうなんですよね。数の子の船盛りっていうのもあるので。あるか。聞いたことないわ。あ、まあ、というわけで今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お母さん、はい、お久しぶりじゃん。元気しとった？元気だった。よかった。なんじゃこのでけえはずきますわ。なんじゃこれ。はぁ、1キロ以上あるじゃん。やばいぐらいうまそうなんだけど、これこれ買ってこうかな。ヒガフグもいっぱいおる。フグちゃんいっぱいおるわ。今年多いらしいんでね、フグが。お母さん、今年は1年ありがとうございました。本当にあなたの不安が昨日もたくさん見えてね。あら、嬉しい。まあありがとうございます。本当こんなもん。うわ、すごいじゃん、いっぱい書いてくれて。まあだけど本の、ありがとうございます。本の一部、あのこれから今から嬉しいわ。ジーンときます、こういうのは。ありがとうね。ありがとうね。ちょっとこれええな、ベースこれでしょう。うわー、いいな。で、今日ここである程度買って、明日もう一回朝市の方行きます。金成さんとかにもご挨拶したいのでね。ちょっとこれはなかなか売ってないな。ワタリもいいな。オスね。広見るもあるな。あー、ドーマンガニおるじゃん。うわ、でかいじゃんこれ。これどこで愛知県で取れたの？はい、昨日入市。これすごいよ。これトゲノコギリの方だね。網目じゃないですね、これ。しかもメス、うち子すげえ入ってんじゃない、もしかして。これいただこうかな。ほんで、イケスを作ったんで家に。生きるんですよ。ドーマンガニとアズキマスは絶対買いたい、ここで。ちょっとスペシャルだわ、あんまないやつ。あ、で、イセエビも一匹もらおう。アズキマスはこれ締めます。でもうち、まあ1日寝かしたぐらいの身の方が美味しいので。これ、うわ、でっかいでかい。うわ、重っ。これやばい。この何これ、土ホゼリみたいなフォルムしてるじゃん。これ最高のキジハタですよ。やっぱりね、船盛りには伊勢エビがちょっと入るとかっこいいよね。伊勢エビは後ろから捕まえる。お正月ですね、ドーマンガニと伊勢エビ。山田さん、来年もよろしくね。ありがとう。これいいね。一カゴ600円だけど、これこれ新しいよ、この日か。刺身にするとめっちゃうまいですよ。これ買っていこう。買った。さて、帰ってきましたよと。お、クルマエビも生きてますね。そしたらここにこれね。うおー、伊勢エビちゃん、いいね。ドーマンガニ、これもね、おイケイケですから。いきますよ、ほら。うん、タイがちょっとかわいそうだけど、明日まで我慢してくれ。こんな感じで入りました。あんたたちは明日までの命、美味しく食べてやるからな。よし、じゃあ明日朝市行きましょう。はい、ではおはようございます。こちらの朝市になってきました。まずいいウニが買いたい。なんかもう1年ここ通って、どの店に行けば毎回この魚が大体あるとか、ここの店はウニがいい、ここの店は貝がいい、ここの店はマグロがいいとか、すごく分かるようになりましたね。やっぱね、通うって大事。ウニはここが一番いい。これもらえますか。塩水もあるな。塩水ももらっていこうかな。あ、イクラもあるじゃん。塩イクラ、これもらおう。一瓶1000円だからね。今年はありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ここのお店はね、本当にね、いいものが揃ってますよ。この俺の好きな赤貝とかさ、赤エビとかね。今日のサバがめちゃめちゃいいんですよ。今日のサバなんだ。これどこ、青森か。いいっすね。めちゃめちゃいいサバなんですよ。パンパンに超えてって、これはうまいな。これじゃあ2匹もらっていいですか。で、あとこれ甘エビを200ぐらいもらっていいですか。200ぐらい、はい。赤貝もこれ大きいとこ3つ、はい。うわ、確かにいいわ。これ俺家でプライベートで食べよう。なかなかこういうサバには出会えないんですよ。今年はありがとうございました。来年もよろしくお願いします。マグロは本当ここがいいですよね。生本マ、本マグロ欲しいな。今日は柵で買ってこう。ちょっとここもらっちゃいます。ここ行きます。
カニラさん、おはようございます。おはようございます。今年はありがとうございました、1年。来年もよろしくお願いします。どうしような。綺麗な魚がいっぱいあるなぁ。いや、本ミルかなぁ。本ミル、カニラさん、1個だけで申し訳ないですけど、1個大きめのところ。はい。で、あとサザエも2つ。サザエ2つ？というわけで、あとは気になるものを少し買って。いや、いけすの中身がちょっと心配ですけどね。帰って料理してみたいと思います。ただいまということで、帰ってきました。水槽見た感じ、みんな元気ですね。すごくおとなしいですね。あ、何あれ、伊勢エビの頭、あれ何これ、超かわいい。イソギンチャクが生えている。ほら、でもまあ爪切ってあるんで怖くないですね。はい、氷水に入れると。で、氷締めしていきます。今日ね、市場のエビ屋さんにこれもらったんですよ。水槽にこれ入れてってことで、めっちゃ可愛い。セミエビ、活発に動くようなエビじゃないらしいですけど、入れときましょう。おとなしくしてますね。カニとエビもだいぶおとなしくなってきましたね。じゃあキッチンに行きましょう。さあ、キッチンにやってきました。こちらが買ってきたお魚たちですね。じゃあこちら一回全部開けてみましょう。せーの。はい、ずらーっとこんな感じに並びましたと。で、今日の買ってきたもの説明ですね。まずこちら、道漫ガニですね。で、お正月にはやっぱり食べたい伊勢エビ。で、今日はね、船盛りというわけでいろいろ買ってきましたよ。まずはシャコエビ。船盛りにこういうエビとかシャコとかカニとか甲殻類が入るの好きなんすよ。これ珍しいんで買ってきました。キビナゴですね。もう刺身の盛り合わせとかに入るとめちゃくちゃ映える。で、トリガイと青森県産の本マグロですね。で、今日のメインです、こちら、キジハタ。僕らの地域ではアズキマスって言いますね。ほんで、これ今日サバも買ってきました。これはね、あんまりにも良かったんで買ってきちゃいました。多分動画界で食べると思うんですけど。で、これがシラウオですね。塩水で洗っときました。で、生ワカメ、もうこんな時期ですよ。今日から出たんですって。で、これ、ヤリイカ。これ僕、昨日ヒイカ買っちゃったんですけど、やっぱこれにしようと思って。なんて、生きてたんですよ。で、これ、塩イクラですね。これがバフンですね。で、これが、紫ウニ。ほら、うわ、いいウニ。これもうね、こういう山なりに、こういう風に持ってあるウニは、マジで高いやつです。この盛り方ね、お寿司屋さんはこっから一枚一枚使っていく感じです。これいいウニですよ。今日バーッと見た感じね、やっぱこれが一番輝いてましたね。ロシア産じゃなくて北海道産ですからね。これも僕の大好きな貝、本ミル貝。そしてサザエ、赤貝、ハマグリ、甘エビですね。こんな感じのラインナップでお送りしたいと思います。まずは船盛りですよね。船盛りを作る。そういや、クエがまだあったんだ、冷蔵庫に。最高のクエがありましたんで、クエでちょっと陶板焼きみたいなことするか。ワカメもあるし、旅館っぽいご飯がいいよな。あと、道漫ガニの塩茹で。汁物が欲しいよな。お正月なんで、お雑煮でも作ろうかな。で、今日おせちもあるんで、まあそんなもんでいいかな。よし、やっていきます。道漫ガニを蒸しましょう。そしたら蒸し器をセットして、そしたらお水を入れます。で、道漫ガニ、おそらくあれ、打ち粉がめっちゃ入ってると思うんですよ。で、打ち粉って、なかなか火が入らないんですよ。なので、長い時間蒸します。30分は蒸さなあかんと思う。30分から40分ぐらい蒸していきます。で、ちょっと日本酒も入れておきます。おー、いい感じですね。そしたら念のため、閉めます。よし、オッケー。これで完璧ですね。そしたら甲羅を下にして、蒸していきます。では、魚系からいきましょうか。ちょっとサバのお腹だけ出してみますね。すごい気になる。ほら、もう断面これ最高ですよ。うん、いい油ありますね。そしたらキジハタ。キジハタはこんな感じで1日冷やし込んでおきました。でも鮮度のいいキジハタはやっぱりヌルヌルしてます。ヌルヌルこんな滑ると鱗取りにくいんですよ。その場合はこうやってペーパーとか1枚かませます。そうすると案外滑らなくなりますので、まずは鱗を取っていきます。鱗かきでまずはざっくりと。キジハタの鱗はね、しっかりしてるんだよなこれ。あー、早くお腹の中が見たい。どんなクオリティなんだ君は。いやー、でもでかいな。こんなん釣れたら8週間ぐらい気持ちいいだろうな。釣ってみてえな。はい、ある程度鱗取れたら、そこからワイヤーブラシで仕上げ。もうこういうね、キジハタとかクエとかマコガレイとか、そういう鱗が厄介な魚にはもうこの子最強。ぬめりと鱗の取り残しまでごっそりいってくれますんでね。
はい、鱗が取れましたら、じゃあ次はエラ内臓を取っていきましょう。うわー、すげえこれ。今年最後の撮影ですごいの引けたじゃん。これとんでもねえキジハタですよ。ほら、全部内臓脂肪。やっぱり大当たりでしたね。いや、もう一目見た時からね、もう君に決めたと思ったんだよな。よし、では包丁入れていきます。まずはお腹に1本。油すっごっ。この前さばいたクエぐらい油ありますね。でキジハタって結構身がね硬いんですよ。でもね、身が硬いんですけど油がすごいからつるーっと滑ってきますね。こういう感じなんだ。はい、こういう身質です。すごくカッチリしてます。ほら、ダラーンとしないですよね。もう全身油が回ってるっていう感じの身質ですね。そしたらこっち側も一緒ですね。今日は姿作りなんで一応頭ついたままいきますね。で、尻尾のところはこのぐらい残しとく。そうすると見栄えがいいです。肩身抜いてある状態なんでこうボコってなっちゃうんですよね。すごくさばきにくいんで、その場合はこのまな板の段差にカクッと頭をはめます。そうするとまな板と身がピンと真っ平らになりますんで、とてもさばきやすいです。はい、 OK。 はい、では3枚に下ろせました。そしたらまずは腹骨をすいていきます。できるだけお腹の肉を残すように。そしたら血合い骨を取っていきます。うわー、硬いな。そう、キジハタって結構皮がね硬いんですよ。なので皮ついたままお刺身にするんだったら、僕は皮は皮で剥いでボイルして、で刻んでつけた方が好きですかね。結構本当に硬いんですよね。よっと。はい、こんな感じ。油すごい。はい、そしたらドーマンガニが蒸し上がりました。めちゃくちゃいい匂いしてる。しかもこれは、おお、足一本も取れてないわ。上手に締まった証拠。はい、これ、うわ、かっこいいな、やっぱドーマンガニ。そしたら周りのアクをふきふきして、そしたらドーマンガニはお皿にハランを敷いて、そしたらシャコも乗せます。はい、 OK。 はい、これでシャコとドーマンガニの塩ゆでの完成。ではエビゾーンいきましょう。甘エビ剥いていきます。せーの。次、船盛り用のシャコエビ。せーの。そしたら伊勢エビですね。まず裏側に V の字、こうですね、 V の字に1に入りました。そしたら尻尾をぐるっと回して取っていきます。そしたら裏に包丁を入れていきます。両サイドに1本ずつですね。そしたらティースプーンで背中側を描いていきます。そうすると綺麗に取れていきます。うん、はい、こんな感じ。そしたらこっちの薄い方も剥がしていきます。伊勢エビのこの状態すごい好きなんですよね。宝石みたいですよね。そしたら氷水で軽く洗っていきます。よし。そしたら今日軽く表面だけ火通します。そうすると甘みがねキュッと強くなるんですよ。はい、熱湯にポチャンと、表面がさーっと白くなるぐらいですね。はい、 OK。 そしたらすかさず冷水にポチャン、これキュッと締めます。はい、じゃあ粗熱が取れましたら水気を取ってネタケースにしまいます。はい、伊勢エビですね。はい、これでエビの仕込み終わり。次、イカちゃんいきましょう。まだ生きてますよ。まずは真ん中に1本。そしたらゲソを外していきます。で、エラを外して、うわ、まだ戻ってくるな。マジか、生きたヤリイカが入るとは思わんかったな。本当に今日ラッキー。で、ちょっと軽く洗います。はい、そしたら皮を剥いて完成ですね。まだ透き通っております。では、お次は貝いきましょうか。
ハマグリはむき身にして陶板焼きとお雑煮に使います。で、本ミルはお造り、サザエもお造り、赤貝もお造りですね。じゃあまずハマグリからいきましょうか。で、ハマグリむき身にしていくんですけど、ハマグリのむき身はむずいです。鮮度いいやつはピシッと殻と殻が密着してます。で、これ挟んでる力が強いんすよ。なかなか開かないんですよ。ハマグリはマジでガード硬い。慣れてきた人はこうやってかきむきナイフをこれ刺して、せーの、ほらってこうやってやっていくんですけど、全然入っていかないんですよ。で、こういう作業で怪我をすると大変な大怪我につながりますんで、これもう無理だわと、これ割れんと思ったら、ハンマーでぶったたきます。これが一番早い。剥いた方が、まあそれは仕事的にはね、殻が入る確率とか少ないんでいいんですけど、ほんとハマグリはね、むずいんですよ。まあもう一個やり方があるとしたら、60度ぐらいのお湯にこのハマグリを1分つけとくと、ちょっとね、口が開くんですよ。でも火が入ってない状態が作れるんで、60度で洗ってからこうやって剥くってやり方もありますけどね。僕はもうこれでいきます。で、割るときにここ、蝶つがいのここです、ここをパーンといきます。ここが一番柔らかいんですよね。こう外側に向かっていくにつれて、古い貝殻なんで、すごく分厚いんですよ。はい、そしたらこういう風に割れたら、こことここに貝柱がありますんで、ここから入れて、すぐ貝柱がここにあるんですよ。ほら、外れました。で、ここも貝柱があるんで、貝柱を取ると。はい、こんな感じですね。そしたら殻を取って、少しだけ洗い流します。はい、これで殻が全部下に落ちましたと。そしたらこっち側の貝柱も外したら、はい、綺麗に剥けました。これがね、一番簡単です。ただこれの難点は、殻がね、片方しか残んないっていうところなんですよね。ハマグリの殻って綺麗なんで、取っときたいっていう人にはちょっと剥いてないかも。そういう人はやっぱりこうやって、こうやって剥いていくのがいいですね。慣れた人はこっちの方が早いですね。ほんで、赤貝も、ここに入れてずらすのとか、ちょっとむずいんですよ。なんで、ハマグリと一緒で、袋を入れて、殻飛び散らないようにして、ここの蝶つがいのここですね。ここに、一個開けます。ほんで、このぐらいちょっと開けば大丈夫なんですよ。こんだけ開きましたら、先ほどと一緒ですね。こことここに貝柱がありますんで、これを落としていきます。ここちょっとでも開いてたら、もう貝柱すぐそこなんですよ。こっから入れようとすると、貝柱結構遠いんですけど、これね、近道なんですよね。で、こっちの貝柱も落として、そしたらナイフを殻に沿って、ぐるーっとして、ここ出します。出したら、パカッとします。簡単にこう剥けるんですよね。お、いい赤貝だなぁ。これ今日当たりですね。はい、剥けましたと。そしたら、紐と玉を外します。そして、このヒレヒレですね。このエラみたいなところ、これも落とします。で、貝柱の周りの、この黒いところ、ここを削ります。で、これで赤貝の紐ですね。通称赤紐ってやつですね。そしたら次、玉ですね。玉はこのお腹のところに綿が入ってますんで、これを取っていきます。はい、こういう風に開いて、そしたら内臓をカット。はい、これで赤貝の仕込みの完成。そしたら、本ミル貝ですね。これがうまいんすよね。食べるとこは少ないんですけどね。これも貝柱を外していきます。ハマグリとそう変わりませんね。ハマグリが大きくなったって感じです。はい、こんな感じ。はい、そしたら本ミル貝はこの黒い水管、ここの部分が絶品なんです。お腹と水管を分けます。こんな感じですね。そしたらこの硬い殻剥いていくんですけど、これもスプーンがいいですね。スプーンでこう横にこうやって剥がすと綺麗に剥がれてきますんでね。まあでもね、白ミル貝ほどツルツルとは剥けないんで、ちょっと根気がいりますけどね。はい、そしたら先端を少しカットして開きます。で、まれにこの水管の中に砂が入ってるんで、その場合は洗えば OK。 んで、お腹の方に貝柱がついてますんで、ここも外して、エラーも外す。で、僕これいつも開いてるんですけど、多分本ミル貝ってこれ綿出さずに、例えば今回で言うとお雑煮に入れたり、あとこれ普通に炭火で焼いても美味しいと思うんですよね。綿が白ミルほど癖がないんですよ。だからそういう使い方もいいかなと思います。まあ、今日は刺身なんですけどね。これでうまいんですよね。刺身の場合はこの綿は外しましょう。次、サザエですね。
まあ、サザエはねいつも通りここにブスッと入れて、はい、頭取ったら手を入れて、はい、綿を外していく。そしたらこのぐるぐる巻きの手前、ここで落とします。ここは甘くて美味しいです。で、逆にここの真ん中のところですね、ここはちょっと苦い。で、ここに砂が入ってる場合ありますんで、取った方が安心ですね。まあ、つぼ焼きとかだと僕ここが結構好きだったりするんですけどね。ただ砂が入ってるのが怖い。そしたら蓋を外して、はい、袴も外して、軽く塩もみをしたらサザエの仕込みの完成。そしたら船盛りに貝殻使いますんで煮沸消毒していきます。そしたら次は陶板焼き作っていきます。こんな素晴らしい生わかめが入ってますからね。うわー、めっちゃ柔らかそうですね。そう、こっちの方のわかめはね、本当にこの香りがいいんですよね。刺身わかめとかにするにはちょっと歯ごたえが足りない感じなんですけど、このね、お味噌汁とかこういう蒸し物、そういうものにわかめの香りと旨味をつけたいなっていう時はもう最高。もう今の時期しか食べられないごちそうですね。で、ちょっと軽く洗います。そしたら切っていきます。で、まず陶板の下に引いていきます。はい、わかめ敷きましたらここにハマグリ、そしたらここにクエいきますか。そしたらここにクエを乗せて日本酒を一振り。で、ハマグリから塩分と旨味がどっと出ると思いますんで、お酒だけだとちょっとしょっ辛いと思います。なんで水も少し入れます。これでスープまで美味しくいただこうという。で、柚子も一削り。はい、あとはこれで火にかければ陶板焼きの完成。そしたらお鍋にまず昆布ですね、昆布の戻し汁と一緒に入れていきます。そしたらこちら干し椎茸ですね、戻し汁と一緒に入れます。やっぱ僕的にお雑煮ってこの椎茸の出汁こそが決め手だと思ってるんですよ。あと茶碗蒸しとかもね、本当に椎茸の出汁って美味しいんですよ。この僕の作った出汁でお雑煮作る場合もこの椎茸の戻し汁を入れた方がより決まりますね。あくまでもこれ万能出汁として作ってるんで、こういうね特化型のお出汁には少し追加してほしいっていうのは僕の本音です。はい、沸騰手前で昆布だけ救出。昆布もこうやって切れ込み入れとくとより出汁が出ます。で、強火にしてグラグラ沸かします。はい、そして沸かしていくとかなりアクが出ます。昆布と椎茸なんでね、結構出ますんで、これは取っていきます。はい、そしたら椎茸も救出。これは後で刻んで使います。そしたら一回ここで味見。ここの段階でこの味を見て次に入れる鰹節の量を決める。結構強めでいいな。これね、僕はね学びました。こういうタイプのザルにペーパーかませて、でそこに鰹節入れるんですよ。これ入れてこうやっちゃえば早い。ほら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 。で、これ火を止めて2分ぐらい置きます。で、その間に干し椎茸をカットしていきます。軸は外してトントントンと。そしたら鰹節をゆっくり上げていきます。おお、いい香り。じゃあちょっと味見。うん、いいね、うまい。あとは塩分が入ればもうバッチリなお出汁ができてる。なのでここにハマグリ、このハマグリの海水ごと茶分と。で、火にかけます。で、ハマグリに火を入れていきます。はい、ハマグリに火が入ったらここで一度味見。味見ってめちゃくちゃ大事なんですよ。わー、うまい。意外とやっぱハマグリだけの塩分で決まってますね。もう本当に完成が近い。ここに少し岩塩落として3振りぐらい、日本酒大さじ1ぐらい。で、醤油も大さじ1ぐらい。さあ、これでどうだ？完璧！
うわ、海鮮の綺麗なお出汁ができた。ここに鶏のもも肉とか入れるともっと旨味が強くなって別の角度でまた美味しくなります。ただ今日はこれだな、めっちゃくちゃいい。でそこに干し椎茸も戻します。ほんでお野菜も入れます。今日は小松菜でいきます。もち菜とか、あと縮れほうれん草、この寒い時期にしか出ないやつ、あれとか、あと大根の葉っぱとかも好きですね。今日は小松菜でいきます。一口大ぐらいに切って、でお鍋に入れます。そしたら次お餅ですね。お餅はこの1個丸ごとじゃなくて僕結構ちっちゃく切ります。サイコロぐらいに切っちゃう。これで喉に詰まる心配も少しはなくなるし、やっぱりね、僕こっちの方がね好きなんですよね。こんな感じで、これを一度焼いて入れてもいいんですけど、僕は煮込んでトロトロになったお雑煮が好きなので、これを食べる直前にこの中に入れて湯がいていきます。というわけでお雑煮の完成。はい、では船盛りを作っていきます。いいな、このネタケースの感じたまりませんね。お寿司屋さんにでもなった気分ですわ。ではまずこちらベースの船の土台を作っていきますね。ではこちらのお頭たちですね。でこれ船の下にはこうやって氷敷き詰めてあります。そうすると、まあ、多少は保冷できるかなと。そしたらまずはこちらでっかいキジハタですね。これの頭を立てないといけないんですよね。なんでここ柔らかいので、この頭のここですね、ここに1本竹串入れて、そしたら大根の端くれ、これをブスッと刺します。うわ、1個じゃさすがに支えれなさそうですね。で2本固定でいきます。次はこっちですね。よし、OK。 いや、意外とアズキマスが大きくて入るかな、いろんな魚。そしたら船首には伊勢海老、縁起がいいです。そしたら大葉を引きます。でじゃあ後でここに身を切って入れます。ここだよな、メインルームどうするかだよな。とりあえず平で妻乗せて、でこうやって妻がピロッと出てるやつ、これをねちゃんと取って中に入れること、こう中に入れると仕上がりが綺麗になりますね。うわー、でも意外と入んないぞ。ちょっとどうしよう。じゃあ食材切って乗せていきますね。そしたら笹の葉を切ってこういう風にしましょうか。でここにキジハタですね。まずこの油ギトギトの縁側を外します。そしたら薄くそぎ切り、で縁側、そうしましたら次はここに甘エビいきます。これを立てて盛り付けていく。ピーンと立ててこの頭のラインを揃えてあげるとすごく綺麗に見えます。そしたら甘エビの下に大葉、何こな、赤の下だから甲殻類で攻めるか。シャコ、あえて殻は剥かないスタイルでこう置いていくと。うわー、ちょっと入りきらねえな。あとこんだけしかないもんな。ここはホンミルの貝殻置いときたいんですよね。ここにサザエが来ます。こういう風ですね。ここにサザエ入って、うわー乗らねえな。なんかバイキング気合入りすぎて前半に取りすぎて後半欲しいものいっぱい出てきたのにバットに乗らないなーっていう状況に陥ってる人と同じ状態に陥ってます。まずじゃあ貝類だけ切っていきますか。まず赤貝ですね。赤貝はちょっと飾り入れて、くるっと。まずは赤貝、ホンミル、この紫がとっても綺麗。そしたらサザエですね。サザエは細かくカット。
で、この中に入れます。もうサザエはこう2つ分を1個の殻に入れるとボリューミーになって見た目素晴らしいです。そしたら伊勢エビを半分に渡して、綺麗だな。そしたら一口大に切っていきます。このちょっと表面に火が入ってる感じ、これがうまいんですよ。で、ここの中にドサッと、もう贅沢だな。うわー、でも本当はここにイカのゲソガツン置いてイカの池作り作りたいんですよね。やっちゃうか。やべえ、ちょっとしくった。そしたら次、マグロですね。イカちゃんの横にマグロを置いていきましょう。大きく3切れ、もう飛び出ちゃう盛り付けで。中トロも3切れ、同じぐらいの厚さで。で、ここの空いてるところにちょこっと鶏が入れよう。で、最後こちら、シラウオですね。これは絶対入れたいんだよな、一生懸命剥いたから。ここら辺に挟んじゃおう。ちょっとお邪魔させてもらって、はい、オッケー。さあ、そしたら、あと入らなかった食材が、キビナゴか。どっか入りそうだな。ここ空いてるじゃん。ここにちょっと失礼させてもらおう。ちょっともうちょっとこれそっち行ってもらって。キビナゴはこうちょっと折り曲げて、この盛り付けていくと、すごく立体感が出て、美しいんですよね。皿に丸くこれ置いていくだけで、めちゃくちゃ綺麗ですからね。これも一匹一匹手作業で、さばいてくれたんですね。手間がかかる魚の一つですね。はい、綺麗ですね。ウニとイクラがね、いつものことながら入れるとこないんですよね。なんでちょっとここ飾りで。で、この塩イクラもね、ちょっとこうイカの上に乗せておきます。いいですね。そしたらここに色を入れていきます。で、ここに一つと、ここに紅立てシソの花で、レモンをちょっと添えたら、はい、これで新年一発目船盛りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。はい、ではできました。うまそう、疲れた。そしたら今日は鶏箸で取っていくスタイルでいきますね。じゃあまずはマグロ、そして貝ですね。本ミル貝、これ大好きなんですよね。で、赤貝ね。で、ここイカいきましょう。で、今日のメイン、あずきます。すごい脂ある。で、伊勢エビ。そしたらおせちもちょっといただきましょうか。この牡蠣ね、これ絶品ですから。あとはナマスいきますか。そしたら陶板焼きに火をつけます。で、蓋をして加熱します。よし、ではいただきます。今日はお正月ってことでこっちで食べたいと思います。まずナマスあたりからいただきます。今日はちょっと最初から全部のやつ、さすがに飲みながら食べたいですね。今年はね、よく飲んだ。では奈良大さん、いただきます。うまいね。じゃあお刺身いただきますね。伊勢エビからいただきます。うまー、癖がないね。やっぱ、いや、イケス買ってよかったわ。すごく元気だったんで、あれもしかしたら伊勢エビ1ヶ月ぐらいストックできる可能性がある。伊勢エビとか、あと渡りガニとか車エビとか、めっちゃ良くないですか。あ、今日新鮮な魚介が食べたいや。あ、でも魚屋さんやってないなって時に自分のイケスから取り出して鮮度いい甲殻類食べれるってもう素敵。赤貝いきます。うーまっ、うーわ、うまいね。赤貝はやっぱね、貝の中でトップクラスに好き。次もこれトップクラスに好きなもの、ミル貝。
これうまいからな。うますぎるな。ビールとも合うね。陶板焼きがブクブクしてきましたね。あっつい。わかめのいい匂いが辺り一面に漂い出した。でもハマグリが開いてなかったからもうちょっと待ちますね。次キジハタいきます。刺身持ってカチッとしてる感じ、この油が固まって硬い感じ、こういうハタ系の身は絶対にうまいです。約束されてます。もう食べなくてもわかるやつです。これ持っただけでわかる。いただきます。うおうんまっ。びっくりするんだけど、うまっ。最初から最後までずっとうまい。いいハタだな。キジハタって一般的には夏が旬って言われてるんですけどね、夏にここまで太ったやつあんま見んけどな。次マグロいきましょう。マグロは結構わさび乗せちゃっていいんですよ。いただきます。うわうわ、このマグロうまっ。味濃っ。なんかこう血の味がうまいと言いますか、なんか多分このマグロは血液ギューッと絞ってこうやって飲んでもうまいんだろうなっていう、大げさに言うとそのぐらい臭みがない。でもしっかりうまみはある。この血の感じのね、赤身がうまいな、やっぱ。うん、じゃあお雑煮いきますか。お雑煮、じゃあお雑煮ですね。餅はこのサイズです。いただきます。うん、うわうまっ。やっぱり椎茸だな、お雑煮は。次こちらカニちゃん、シャコはここに船盛りで剥いてありますんで、こっち食べますか。じゃあ銅マンガに開けていきましょう。あーでもなんかちょっと卵入ってないか。おーうおーすげえわ、やっぱ内子半端じゃなかった。ここについてるのこれ全部卵です。これいただきます。うん、当たり答え、うまい。泥臭くないですね。ドーマンガにね、ほんと臭いのいるんですよ、たまに。うん、めっちゃうまい。これ味噌の感じでこれわかるわ、うまいやつの味噌。このドーマンガにはね、ちょっとこう酸味みたいなのがあるんですよね、うちこに。ちょっと軽い渋みというか、それがね、大人の味でうまいな。これすごい、うまっ。うん、この味噌のところをうまいな。じゃあ次シャコエビですね。今日はオスのシャコエビです。じゃあいただきます。うん、うん、うまい。陶板焼きはどうかな。ハマグリが開いてれば OK。 あ、開いてる。はい、こんな感じ。めちゃくちゃうまそう。このクエですよ。クエとこの出汁をたっぷり吸ったわかめを乗せて、これでいただきます。クエがうますぎる。僕この年末年始前にこのクエが手に入ったなと思いますよ。まあ俺が釣ったわけじゃないけど、ハマグリとスープも、うんうん、うまっ。このスープやばい。うわちょっとこれうますぎるわ。ほんのり柚子の香りとこのわかめの香りで、ハマグリとこのクエからいい出汁が出てる。最高のスープです。最後締めで、まず今年2023年振り返ると、このチャンネルで大きな変化といったらやっぱり船を買ったこと、これはチャンネルにかなり大きい変化がありましたね。その前の年はスタジオが新しくなって、で船を買ったと。来年は何しようかな、またちょっといろいろ迷うけど、今一個ね進めてることがあるんで、まあ、それがギリギリ年内にできればいいけど、まあ、ちょっと間に合わなさそうだけどな。でコラボ動画がヒカキンさんとあとさかなクンさん撮らせていただきましたね。わざわざスタジオに来てくださって動画を撮りました。ものすごく思い出に残りました。まあでも、まあ、僕の中でこの2023年は、まあ、何もできなかったなっていう、ちょっとだらけたかな正直っていう印象ではありますね。まあ、そのクオリティがどうかとかじゃなくて、もうちょっとねこう活動に積極的にいけたんじゃないかな、セカちゃんにしても
今ショートが全く止まっちゃってる状態なんで、そこもちょっと頑張れたらなと思いましたね。登録者の伸びは最近すごいんですけど、モチベもうちょっと入れなあかんなと思いましたね。ほんで結構よく言われるんですけど、金子はショート動画をやり始めて登録者がすごい伸びたっていう風に思われてるんですけど、僕ねショート動画で全然伸びてないんですよ。ぶっちゃけ最初の方の七輪は確かにある程度伸びて、そこから見てくれた人のチャンネル登録っていうのもありました。ただそこの数字はね微々たるもんなんですよ。僕の動画って実は昔のタスマニアキングクラブとかサーモンとかが海外でちょこっとずつなんかバズるんですよ。パツン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 って、でそこで登録者が伸びてるって感じですね。昔の動画には僕英語とかいろんな国の字幕つけてるんで、海外の方が僕の横動画を字幕つけて見てくれてるっていう感じですね。結構海外層を狙う場合ってショート動画の方が多いと思うんですけど、僕の場合は結構こう特殊で横動画で海外で伸びてるっていう珍しいパターンなんですよね。そう、これはねちょっと伝えておきたかったんですよね。で来年の目標はもうちょっと気合い入れようぜと。メインチャンネルにしてもセカチャンにしてもショートにしても、まあ特にショートかな、ショートを少し力入れていきたいなと。であとはチャンネル登録者1000万人、ここは絶対に行きたいですね。もう多分もう1月2月ぐらいではいけるかなっていうところまで来てるんですよね。うわ、何の企画やろうかな。ライブでこの1000万人目前で1000万人達成するまで魚をさばきまくるっていう配信をしようと思ったんですけど、それね達成するまで系は前後の時間が読めなさすぎるんで、深夜3時ぐらいに1000万人いきそうっていうタイミングでリアルタイムで生配信してもなとは思うんですよ。世界各地の方が登録してくれてるんで24時間チャンネル登録者がちょこちょこ増えるんですよ。日本国内だけだったらねこの夜中は止まるんですけど、そういうわけじゃないんで生配信できるかな。でもやりたい気持ちはあるんですけどね、生配信やりたいなっていう気持ちもありつつ、まあそれがちょっと現実的じゃないなとか、まあちょっとこけそうだなと思った場合は大型企画でねちょっといろいろそれを考えます。まああとは今年はね、まあちょっと飲みすぎないようにしようぜと。お酒を少しだけ控えてみようっていう、お酒を控えることによって必然的に体もスリムになりますし、体の内側も綺麗になると思いますんで、まあ、もちろん飲むときは飲むんですけど、ちょっと頻度を考えますと。あといろんなところ体のメンテナンスしたいですね。整体行ったりだとか、ちょっと歯医者さんとかいろんなところ通ってみたりだとか。もう32で、もう来年33歳なんですけど、結構ね体にガタが来てるなって思うんですよ。昔だったらこんなん全然余裕だったのにっていうのがきつくなってきてるんでね、ちょっとここらで食生活を見直そうかなと。まあそんな感じで今日ここで締めさせていただきます。2024年もマグリクックの応援よろしくお願いします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。